水口駅長の朝ライブ始めてままいります今日はですね、車内で食事する楽しみというテーマを話します。まあ、列車内ですね。で、まあ、何か食べたりしながら移動するっていうのが、まあ、私はすごく好きで、えー、よくやるんですけれども、まあ、よくやるのがですね、まあ、あのー、まあ、もっぱら。 大回り乗車とか青春18切符とかで列車の旅をするので、えーまあ、なかなか駅弁をね車内で食べるっていう機会はあんまりないんですけれどもまあ大抵はコンビニでパンとかおにぎりとかサンドイッチとか、まあ、そういうちょっとしたものと、まあ、コーヒーを買い込んでで列車の中で食べるっていうのをね非常に楽しみにしております。 えーまあ、人によってはですね、まあ、食事はなんかあったかいものじゃないと食べた気がしないとかね、いう方もいらっしゃるので、まあ、そういう方は駅の立ち食い、そばであったりとか、えー、まあ、途中下車して外で食べるっていう、まあ、そちらの方が楽しみだっていう方もいらっしゃるかもしれません。えー、で私はまあ、できればまあ、あんまりね、えー、外で食べるというよりは、車内で。 移動しながら食べる方が、まあ、時間が無駄にならないというのもあるし、あと、まあ、やっぱりね、大抵、あの、普通列車で2時間とか3時間とか乗りっぱなしになります。まあ、いくらね、車窓を見るのが好きだって言っても、あのー、どうしても時間を持て余すといいますかね、まあ、退屈するときも、まあ、時にはあります。<laughs> まあ、そういうときのね、まあ、えー、暇の潰し方の一つとして、 まあ目、目、目を楽しんだ後はですね、今度はまあ、舌で楽しもうと、まあ、味で楽しもうということでね、えー、甘いものを食べたり、しょっからいものを食べたり、えー、ビールを飲んだりというような形で、まあ、気分転換、ね、そういうのも兼ねて、社内で食事するのが楽しみです。で、まあ、最近はですね、さすがにちょっとコロナの影響で、まあ、内で食事するっていうのがはばかられることが多いです。 まあ、まあ、コロナに限らずですね、あの、まあ、よく飯ってろとかね、匂いてるとか言って、まあ、特別に、あの、新幹線の車内でね、五五一の豚まんを開けると、匂いが充満して、非常に、食べてる本人はいいんですけどね、周りのお客さんに迷惑になるということで、嫌われたりします。はい、まあ、あの、まあ、よくね、五五一の豚まんとかね、あと、たこ焼きとかね、まあ、そう普の匂いが充満します。えー、とか、あとね、よくあるのがね、マクドナルド。 ハンバーガーとかポテトの匂い、あれも結構匂いますね。はい。あのー、まあ普通列車とかでね、まあ、車内では食べないんですけれども、家に持って帰って食べるつもりでテイクアウトしたマクドナルドを持って入ってくられる方いるんですけれども、あれ結構匂いますね。えー、まあ匂いがするんで、あの結構食欲をそそられると言いますか <laughs>、食べたくなってしまいます。 うんとか、いろいろとね、あの、テイクアウトで買われた方。まあ、だから、えー、外食をしない代わりにテイクアウトする方が増えたので、まあ、持ち帰りの方のね、そういう食べ物の匂いが結構ね、まあ、もともと何もない車内、何の匂いもない車内だと余計にね、あの気になったりします、えー。と言いながら私もね、えー、まあ、なるべく車内に持ち込むときは匂いが充満しないような、まあ、それこそまあ、コンビニで買ったおにぎりとか、 えー、まあ、サンドイッチとかであれば、まあ、そんなにね、匂いきつくありませんから、で、まあ、最近は、まあ、えー、列車の換気もされてるし、窓も開いてるんで、まあまあ、多少に酔ったとしても、すぐに換気されるから大丈夫かな、ということで、まあ、一応持ち込んで食べたりしております。で、やっぱり、まあ、人目は気になるんでね、なるべく、えー、車内が混雑していないときを見計らって、まあ、よくね、えー、 まあまあ朝、朝の時間帯とか、あと夕方の時間帯も結構高校生の帰宅でね、混んだりしますので、まあそういうのを見込んでですね、なるべくえそういう時間じゃない時に、車内でね、食べるようにしております。で、まあどうしてもまああの、普通列車、まあロングシートのね、普通列車では食べにくいので、まあどうしてもっていう時はまあ,あ、指定席とかグリーン席とか、 えーまあ、可能であればそういうところでね、えー、テーブル付きのリクライニングシートの座席に座って、食事の時間だけはそういう列車に乗って、えー、食事が終わったらまた降りて、通常の普通列車に復帰するとかね、そんな形で、えー、工夫したりしております。まあ、皆さんは車内で食事とかどうされてますかねなんかこういう工夫してるとかあるでしょうか、えー で、あと私の場合ですね。まあ、例えば、ま、特急とかに乗る場合、新幹線とかに乗る時であれば、ま、大抵乗る前に、駅で、ね、そういう食べ物を調達するわけなんですけれども。で、まあ、鉄道好きですから、ま、当然、駅弁大好きなんですけどもね。えー、以前は、まあ、というかな、若い頃は良かったんですけど、最近、駅弁を食べるとですね、食べきれない。まあ、駅弁ってね、例えば、ま、最近、牛飯系が多いですよね。 もう肉々しいお弁当が多いんですけれども、牛飯とか、あと北の方に行くと、カニ飯とかね、まあ、お寿司系のメニューが多い,多いと。まああいうのってやっぱりあの、まあ、ご飯が、まあ、おかずもあるけれども、ご飯も結構ぎっしり入ってますよね。お寿司とかだとも結構押し寿司というか、あの結構あのぎっしりと詰め込まれててですね、はいえー、一見すると料理そんなにないのかなと思うんですけど、食べると結構がっつりね、お腹いっぱいになってしまうということで。 まあ、残せばいいんですけど、やっぱりね、えー、もったいない精神があるんで、残せないと。で結構、あの、無理して、えー、食べきると、お腹がもうパンパンで苦しいという状態になってしまうので、ちょっと最近はね、あの、そういう飯系の、えー、焼き弁は控えてですね、どっちかというと、あの、まあ、駅の外に出られるんであれば、大抵駅ビルにはね、百貨店が、あの、 入居してて、まあ、デパ地下でね結構美味しそうなお惣菜が売っていますからそういうのを狙って買いに行くことが多いです。まあ、お惣菜ですからねあのご飯なしであのおかず系だけのね、えーまあ、結構色彩りよく盛りつけてあるようなあのお惣菜セットみたいなのが <laughs> ありますのでそういうのを買い込んで,であともうビールじゃなくってね たまにはワインとか日本酒とか焼酎とか、まあ、ちょっと変わったお酒を買い込んでですねで車内で、えー、特急とか新幹線の車内で食べるっていうのを楽しみにしてたりしますはい、まあ、一番いいのはね、まあ、食堂車、まあ、列車の中でねでちゃんとま食べるスペースもあってでまあ 時にはね、暖かいメニューも提供されるような、そういう食堂車に利用するのが一番いいんですが、まあ、最近はあの観光列車が増えてきて、まあ、車内で食事できるっていうのがまあ売りにしている、まあ、そういう列車も増えております。えーまあ、ちょっと値段が高いですけどね、えー、なちょっとあの気取ったといいますか <laughs>、ね、なんかコース料理を出しますとかね、えー、地元の有名店のお料理出しますとかなると、やっぱりどうしてもですね、まあ、安くても5000円ぐらい、 えー、高かったら1万円とか1万5千円とか平気でしますからね。えー、ま、たまのね、晴れの日の、えー、記念にね、乗車するっていうのであればちょっと思い切ってっていうのできるんですが、まあ、私みたいにしょっちゅう列車で旅しようっていう人間にとってはね、なかなか、なかなかちょっと出せないですね。まあ出せて5千円ぐらいかな。えーあ、まあそういう時はですね、あとはまあビール列車とかありますよね。えー、そういうのを利用するのもいいと思います。まあ、ああいうのは比較的安くで、 しかも飲み放題というのがありますから。で、おつまみとかがね、えー、セットになってて、えーまあ、ビールであったり、あと地酒、えー、日本酒のね、えーまあ、味をね、えー、聞き酒できるとか、そういうのもありますよね。まあ、そういうのも、えー、いろいろと各地でよくやってますんで、そういうのを楽しみ,みたいのもいいんじゃないかなと思ったりします。まあえー、と夏が過ぎて、まあ、夏はビール列車の季節ですけど、これからまあ秋。 えーまあ、食堂車ですねそういう、えー、車内で食べられる列車も、ね、新メニューになったりして、えー、舌を楽しみ合わせてくれると思いますんで、まあ、一度乗った列車も、ね、結構、えー、頻繁にといいますか、まあ、やっぱり、ね、何度も来てもらうためにメニューを変えて、えー、また違うメニューにしてですよということでやってあったりしますんでね、ね、えー、また、えー、乗った列車も乗りに行ってはいかがでしょうか。 はい。ということで今日はね、えー、社内で食事する楽しみということで、ちょっとつらつらとお話をいたしました。<music>